やる気元気森脇チャンネルです。名古屋ウィメンズマラソン今週末ですね。いよいよこれで松田瑞生選手が今権利持ちましたからね。東京オリンピックの大阪国際女子マラソンで、歴代6位のタイム2時間21分47秒で松田選手が優勝しましたね。だから2時間21分46秒出さないと、そういうことです ね。だから優勝するだけじゃダメ、ダメっていうことですね。これは面白い女の戦いですよ。名古屋はどうですか。名古屋、ま、可能性ある、ありますよ。これね、松田瑞生選手今もう僕は大好きな、あの人柄もいいしね、なんかキャラクターも何はあの腹筋娘っていう感じでね、わあなんかこうおキャンな感じがしていいじゃないですか。ちなみにこの松田瑞生選手、うん、キャッチコピーが、うん、やる気本気元気瑞生。そうですよ。本気が一発入って瑞生入りましたからね。お母ちゃんも面白い感じのね。そうですね、なんかいっぱい出てましたね。いっぱいテレビ出てくるという、なかなかこう大阪のコテコテのお母さんな感じで ね。そうなって松田瑞生選手に、まあとにかく今権利持ってますけども、はい、そこに待ったをかけるのが今回の名古屋ウィメンズマラソンで、もうこれが最後です。最後です。完全にいるんですよ、注目選手が。はあ、どなたですか。ズバリ安藤由香選手、ワクオール所属、現在ね。安藤選手、なぜかと言いますと、彼女は名古屋でウィメンズマラソンで松田選手がこの前出した記録よりもかなりいい記録を出してるんですよ。10秒近く早いですね。21分36秒なんですよ。はい、これで名古屋勝ってるんですよ。だからもうすでに実績ありですからね、このね、持ってるんですよ記録を。これはね、いえ安藤選手かなり自信持って名古屋来ますよ。なるほど。でその時はあの所属がね、あの鈴木浜松やったんですよ、その時の所属が。地元っちゃ地元ですね。はい、今新規一転京都に来て、はい、今ワコールで、またやってるんですけども、だから彼女にしたら、鈴木浜松時代出した記録でワコール来て、ワコールでも出さないわけにはいかないと。ワコールには誰がいるか、福士加代子がいる。そうですね、そして一山麻緒、これ今若手の中では、ね、もう今トップなんですよ。一山選手は瀬古さんが、はい、瀬古強化部長、うん、がもう一押ししてましたね。一山でが勝つだろうって瀬古さんが言うたぐらいのね。言うちゃってええんかな、言うちゃってええのかと。でもそれぐらい今ワコールは充実してるんですね。え、3人ワコール で、はい、でその中で揉まれてる安藤由香選手は、僕は虎視眈々とこれ狙ってきてるんじゃないかなというところです。名古屋には圧倒的な自信ありますからね。まあ、一度出してますし、うん、まあ、浜松やったらね、まあ、地元というか、まあ、近いですからね。いたんやったら勝っても分かっていると、まあ、そこでやっぱり福士加代子選手が走りますからね。大阪国際女子の時、ね、途中でやめたでしょ。まあ、フリートをやめたというか、まあ、福士さんらしいやめ方というか、あれをやめてもう頭の中ではもう名古屋にこれかけてるということやから、これは福士加代子選手どんな走りするんかと、まあ、あの熟知たるもんがあると思うよ。もうこの次のオリンピックはもう年齢的にもないだろうと本人も分かっておられると思うからね。5大会連続陸上競技の出場と、うん、これはもうやっぱり東京でやっぱ優秀の美を飾るたいというところだと思うしね。そうですね、うん、悩ましい。今回も誰が勝つかわからない状態があると、うん、いやもう難しいね。ほんであの美人ランダーの岩出レイヤーさんっているんですよ。これ美人ランダーでね、10代の時に、マラソンで2時間20分台で10代の時のマラソン記録を持ってる女の子がいるんですよ。でちょっと、ね、ここに来て岩出レイヤー選手ってね、ちょっと伸び悩んでるんですよ。ただもう、ものすごく美人でね、彼女が走ったらみんなもう沿道の男性連中がうおーっていうぐらい息を飲むぐらい綺麗な女の人なんですよ。まあね、それだけで判断してはあれですけど、うん、やっぱちょっとね、綺麗な方嬉しいのはやっぱありますよね。そう、これはねやっぱりね、また陸上界こういうね、花がパッと咲かすのも大事なことだと思いますし、まあそうですね、この岩出レイヤー選手も僕はあの個人的には応援したい選手ですよね。なるほど、うん、まあ、ちなみに、はい、この中で言うと本命はどの中に。僕はもう今回安藤選手ですね。やっぱりそうですか。安藤選手持ってますからね。この名古屋では圧倒的の自信を持って走ると思うんで、もうでもこれは言うてもね、東京オリンピックに出ると
を言うだけでみんな走ってもらうと走ってもらうと思うから ね、 そうですね、これも面白いですよ、女の戦い。なるほど、さあそんな中、はい、一山選手は厚底履いてくるんちゃうかと、これもまた触れずには入れない話題ですが、まあ、あの女子の場合はね、松田瑞生選手が厚底履かずにそうやって優勝してたりしてるん で、 そうです、ね、これはちょっと僕は女子の選手は何とも言いませんね、どう出るかですよね、わからないですね。ただ森脇さん、はい、今回の名古屋ウィメンズマラソン、はい、記録、前回の大阪国際女子マラソンで松田瑞生選手が出した、2時間21分47秒、超えると思いますか。いやこれはそら何ともよう言いませんわ、ここは何とも言えないやっぱりこれはやっぱり難しい気が、まあ、これちょっと何とも言えないですね。松田選手にも出てほしいし、名古屋でも盛り上げてもらいたいから、そうですね、ちょっと僕ら関西人としてはちょっと心の中で、ね、いろいろでもこれ一般のランナーも結構いろんな方出てきますからね。そうですね、まあ、市民ランナーとかエリートの一般ランナーいっぱい出てきますからね、この辺りも面白い戦いになるか。だって前の大阪国際女子マラソンなんで1位が、あの日本人の1位があの松田瑞生さんですけども、はい、2位に入ったの市民ランナーですよ。あ、そうですよね、市民ランナーの女性の方が入ってましたもんね。結局やっぱでもほんまに女性は番狂わせ起きる可能性あるんかなと。さあそんなんで、でも今回は大注目ですよ。ただ記録が出るかは分からないし、はい、誰が勝つとも言い切れないと今回はえらいふわっと濁しましたね。今回ちょっと濁しました、まあ、ちょっと希望もありますしね、はいはい、というわけで皆さん、まあ、ぜひぜひねこちらの動画を参考に名古屋ウィメンズマラソンもぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。忍者走りです、安藤選手なんで最後に入れたんですか